ございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近にをテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。最近何かハマってることはありますか？最近料理にハマってます。お、どんなもの、得意料理はありますか？僕何でも得意なんですけど、出汁、はい、の分析にハマってます。なるほど。いや、やっと美味しくなってきたこれが料理研究家みたいになってきましたね。そうでもね、実際ね、僕ね、研究するのが好きだから、はい、なんか何を作るとかあんま関係ないんだよねでも研究し尽くしてこれで美味しい出汁が取れるってなったら、もう作んなくなるかもしれない。そう、作んなくなるかもしれないそこを突き詰めること自体が好きだから、だから干しリンゴから出汁が取れるのかプロジェクトとかね、一人でやってるいろいろ聞きたい方は、どこかで僕ね、これ、ね、多分1時間話せるんだよねそうですね、はい、じゃあちょっとニュースに進みましょうか。はい、じゃあニュースいきましょう。ウィークリーベトナム。ペトロベトナムはベネズエラへの投資にて10億ドル規模のトラブルを抱えている。はい、ベトナムの石油会社がね、石油が取れる、うん、そのベネズエラに投資をして一緒にプロジェクトやりましょうよとかって言って、うん、投資したけど手付金払ったらもうプロジェクト動かなくなっちゃいましたみたいな、そういうお話です。詐欺ですねこれ詐欺でもないんだよね。もう詐欺っていうか、もうベネズエラ自体がさ、今あの大荒れだからもうどうしようもないんだよねそうそう、だからもうこれはね、もうしょうがない、損切り損切り、諦めるしかないです。でもまあこういうでかいプロジェクトはさ、当たり前とかキックバックとかあるわけよ。手付金ですとかって言って何十億円とか払ってるわけね。で、何十億円とか払ったらさ、当然さ、そのブローカーとかさ、もしくはその払った側のベトナムの人もキックバックもらうよね。責任追及みたいなのはあるでしょうね。していかないとね、なんかただ消え、ね、ただなくなっちゃったじゃあ、ね、しょうがないですもんねそうっすね、はい、だそういう責任追及はあるでしょうね。まあでもベネズエラに投資したっていうのは運が悪かったですね、ですねじゃあベトナムをうまいこと見習えば、あのベトナムのように発展していくかもしれないっていう、あ、ベネズエラの話はい、ベネズエラあれでも社会主義は社会主義、そう、ベネズエラはもともと社会主義、あのチャベスっていう大統領が、うん、民主的に社会主義にして、でそのチャベスの後継者が今大統領をやってるアンポンタンのマドゥロなのよ。マドゥロはマジアンポンタンだからもうどうしようもないのよ。でそのアンポンタンを支援してるのが、うん、中国とロシアね。で片や若手のエース国会議長が、うん、グアイドっていう国会議長がいて、もうそれはアメリカで新自由主義学んで、でベネズエラが入ってきた。どう考えてもアメリカの傀儡政権パターンのやつなのね、うん、でそれをアメリカとヨーロッパが支援してるって。いや、これはなんか懐かしのベトナム戦争の構図、43年前の構図かもしれないですねそうですね、うん、まあ、トランプさんがそうやってね、他の国に介入していくの珍しい感じが、さすがですね。ありがとうございます。さすがじゃないですか。ありがとうございます。もう本当100回に1回いいこと言いましたか。そう、ね、トランプってさ、基本さ、アメリカファーストですとかって言って、で他の国のことなんてお前ら自分たちでやっとけみたいな感じじゃん、うん、でもベネズエラってもうアメリカの裏にあるね、ものすごくすぐ近くのところにあるよ、うん、でここに対して中国とロシアが影響力強めるっていうのはさすがに放っておけないよね。まあちょっとね、お前らどこの畑に来とんねんみたいな。そうそうそう。でマドゥロはどうしようもないでしょ。でグアイドの方ももう完全にもうアメリカのいつのパターンだから、これどうしようもないでしょ。ということでベネズエラ国民が一番かわいそうですよね。アフリカ豚コレラ、ベトナム中部に到着。はい、来ましたね、流行ってるやつが。あんまり来ないでほしかったやつです。そうですね。まあ豚食べなきゃいいんですよ。ニュースだとね、あの人に感染しませんとかって言ってるけど、はい、そんな信じてさ、食べて感染しちゃったらさそうです ね、うん、取り返しつかないことになる前に。そうそう、ニュースのね、新聞のせいにできないからね、はい、食わなきゃいいじゃんっていうお話ですよね、うん、ハノイが15日間の地下鉄フリー乗車を検討。そうですね、そろそろ始まりますね、来月からか。これ30日の放送だからもう来週から、はい、楽しみですね。楽しみですね。ハノイの会社、有名な公園に駐車場複合施設建設を検討。地元民は憤慨。そう、でもだからベトナム人の国民がすごいですよ。国民がしっかり怒って、でそういうあのハノイでよく木を植える市長をベトナム国民は、ハノイ市民はあの称賛するし、
ホーチミンで、まあ、こうまた木が切られたとかっていうとベトナム国民憤慨するし、でそれに応じて政治家も政策を変えてるんでいいっすね。以上ウィークリーベトナムでした。ご質問などありましたら YouTube や Facebook のコメント欄にてお聞かせください。今週からは新コーナーペロリベトナムいただきます。お、はい、私がなんだそれなんだそれやらせていただきます。ベトナムのローカルフードをですね、ひたすら食べる番組です。なるほど。本日は冬名物のミークアンをペロリしてきました。市民で、まあ、こうまた木が切られたとかっていうとベトナム国民憤慨するし、でそれに応じて政治家も政策を変えてるんでいいっすね。以上ウィークリーベトナムでした。ご質問などありましたら YouTube や Facebook のコメント欄にてお聞かせください。今週からは新コーナーペロリベトナムいただきます。お、はい、私がなんだそれなんだそれやらせていただきます。ベトナムのローカルフードをですね、ひたすら食べる番組です。なるほど。本日は冬名物のミークアンをペロリしてきました。ミカミナミのペロリベトナムいただきます。実は普段も道を歩くときホーチミンや日差しが強すぎるのでフード、メガネ、これちゃんと UV 入ってます。でマスク、そしてこの靴下めっちゃダサい靴下履いてます。じゃあ結論はあれ味は微妙だってことですか。美味しかったのね。でも美味しさが伝わってこない食レポなんですけど、別にスポンサー料もらってるわけじゃないんで、正直に正直にやる感じなんですね。すみません、はい、もうちょっと気をつけます。次回も楽しみに。すみません、お楽しみに。さて続いては GoPro と行くダブルウィッシュのベトナムスミマスティップス。吉本興業のスミマス芸人企画でベトナムにやってきたお笑い芸人のダブルウィッシュ、実際に住みながら学んだベトナム生活術を GoPro 小型カメラで追いかけました。本日のテーマはドローカルなマーケットでお買い物をしようです。通常皆さんが知ってるベンタン市場よりもっともっとローカルな市場にダブルウィッシュと行ってきました。どうぞご覧ください。ダブルウィッシュのベトナムスミマスティップス。ベトナムのローカル市場、はい、どうやって買うの。まあ今回来たのはですね、はい、287の70のウェンニンチュー3区ですね。これを市場って言うんだね。なんかね、
なんかね、イメージだとさ、あの弁天市場とか、まあ、ここはもう本当に青空すごいな、都会商店街じゃん。熊本の商店街、誰がわかるやん。何を買いますか、うん、カレーの具材でしょ。カレーの具材か、はい、レッツラゴー。はい、いらっしゃい。左にいきなり肉ある。肉ってね、夜中12時に調査されてるやつなんで。はぁー、その保存状態がちょっと見た目的に汚いだけで、だから新鮮、鮮度はめちゃくちゃ抜群。いや、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 あー、新鮮。早いな。はいはい、早いな。早いな。早いな。2万2000ドンよ。え、タイムハイ。安っ。はい、肉、まあ、約 250g を22,000ドン。22,000ドン。安っ。110円。あ、ちょっと、うん、奥の方が賑わってる。賑わってる。グラムじゃないか、ここは。うん、じゃがいも3つで60円。玉ねぎとか、玉ねぎ、人参。ああ、奥にありそう。取り揃ってパンツある。いや、パンツ、え、隠し恥。小森さんに、小森さんの奥さんに、小森さんの奥さんに会ったことないけど、小森さんへお土産買いましたんで。小森さんの奥さんにね。こんな茶番は置いといて。いや、そうよ、もうカレーのカレーの具材いきましょう。カレーと、あ、あるじゃん。あ、ほら、いっぱいある。結構野菜いっぱいある。あ、玉ねぎある。あ、オクラある。オクラとかもね、美味しいんよ。確かに。あ、人参もあるじゃん。うん、ほぼ全て揃うんじゃない。うん、行こう。え、1キロ150円って確かに安い。怖くなる、安すぎて。でも、うん、いや、ここのオクラでけえな。でもまあこんな感じじゃない。うん、そうね。まあおナスとか入れてもいいけど。いや、おナスえ、ナスでえ、マリネモイラムゲン。モイラムゲン。え、え、本当？本当に？本当の価格な、これは。俺らが芸能人だけんとかじゃない。いや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 、だとしたらただにせえ。うわ、鳥肌立つぐらい安い。闇や。さらに値引きしようとすな、お前は。いいやろ。全部で1万5000ドン。75円。ええー？もちゃん。ラチシア。はい、アイちゃん。100g のひき肉、豚ひき肉1万ドン。1万ドン、50円。そうね、カレー粉。いや、ないんじゃん。ありそうだな。こうカリーホン、カリーモンカリーナワンカリー、モンナワンカリー。おれー、あ、レモングラスとニンニク。カレー粉セット、はい、8000ドン。40円。で、ニンニクと、うん、あの玉ねぎを。玉ねぎ買ってる俺ら。全部でいくらかかったか、トータルで。カレーセットが107,000ドンで、うん、107,000ドンってことは535円。すいよ。で、全部揃えました、ね、意外に新鮮なものがね、多いんじゃないかなって思って、うん、あ、これは買いに来ていいんじゃないですか、うん、皆さん、うん、はい。あとは美味しかったかどうかはスタジオの小森さん次第です。はい、はい、あ、以上、ローカル市場で僕らが買ってみたらどうなるかでした。バイバーイ。バイバーイ。テイク2、はい、どうぞ。あ、間違った、10万7千ドンじゃないわ。俺らパンツ入れてる。パンツ4万ドン6万7千ドンだ。おい、ほぼパンツとカレー一緒目なんだ。だから300、6万335円。で、カレーセット、はい、買えます、はい、皆さんもだからローカル市場体験してください。バイバイ。安いですね。ちなみにカレーは作りましたか。はい、作りました。あわよくば食べたかったな。じゃあ今度招待しますんで。僕ね、あの2ヶ月に1回ホームパーティーやってるんで。あ、本当ですか。出会って1年以上経つんですけど、1回も呼ばれたことないんです。あのホームパーティーに友達を呼んでるんですよ。友達じゃなかった。ありがとうございます。はい、そういうことです。他にもベトナム生活4年目のダブルイッシュに聞いてみたいことなどございましたら、コメントメッセージにてお知らせください。MCB からのお知らせ。
テレビ制作会社 MCB では週間20本ほどの番組を HTV で放送しています。日本へのインバウンド番組も手掛けており、毎年複数の番組を日本のメディアと協力して制作しています。ベトナム国内向けマーケティング関連のお仕事のご依頼は概要欄のメールアドレスまでご連絡ください。さて、今週のベトナムニュースチャンネルは以上となります。いかがでしたでしょうか。来週の放送は4月6日土曜日朝10時からです。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。